こんにちは。目黒区にある自律神経専門治療院原町で午前院長久松です。今回のお話なんですね。まあ自律神経とちょっと離れてるかもしれないですけど、骨粗鬆症についてのお話をします。骨粗鬆症、まあ基本的に骨が弱くなる、脆くなるという病気ですね。それを予防に対してどうすればいいか。まあ3つなんですね、基本的にね。まずカルシウムたくさん摂ること。骨を強くする。これはもう乳製品。そしてあと小魚などを摂るといいです。そしてあと日光を浴びる。日光を浴びるどういうことか。日光を浴びることによって皮膚の下の部分でビタミン D 合成されます。ビタミン D というのは骨を生成していく働きがありますので、日光を浴びるというのは必要になります。そして適度な運動。適度な運動なぜ必要か。骨に刺激を与えて骨を強くしていきます。どういうことか。まあ、軽い運動なんで、ランニング、ね、軽いランニングやウォーキングなどがいいですね。そういうのをやるといいです。そして、骨粗鬆症、骨をね、生成するためのビタミン D、含まれているのは、アンキモ、キノコ類多く含まれています。そしてもう一つのビタミン、ビタミン K っていうのがあるんですけど、それは骨を強くする働きがあります。何に多く含まれているか、納豆やほうれん草に多く含まれています。ということで、ね、この3つ、カルシウムたくさん摂る、日光を浴びる、適度な運動にプラスしてビタミン D やビタミン K を摂ると骨粗鬆症の予防ができると言われています。ぜひぜひ、これから先ね、骨弱くなって生活が大変になると、ね、辛いですから、そうならないように骨粗鬆症の予防を今からやってみてください。そしてもしあなたが自律神経の症状でお困りでしたら、下の説明のところにある URL をクリックして当院のページをご覧ください。必ずあなたのお力になれるでしょう。よろしくお願いします。